皆さん、こんにちは。時代、地上の星、糸など数々の名曲を生み出し大ヒットを記録してきた日本を代表する歌手、中島みゆきさん。誰もが知る大物歌手ですが、あまりテレビで見ることはないですよね。実は中島みゆきさんがテレビに出ないのはある理由があるようです。そして70代を迎えた中島みゆきさんが引退するのではといった噂がささやかれているようです。また中島みゆきさんは現在も独身であることでも知られています。過去には松山千春さんと交際しているといった報道もありましたが、結局結婚には至っていません。そこで今回は中島みゆきさんがテレビ出演しない理由、引退説の真相、そして中島みゆきさんが未だに結婚しない理由について調査しました。ぜひ最後までお付き合いください。中島みゆきさんは70年代にデビューし、80年代も90年代も多くのヒット曲を世に送り出してきました。しかし意外なことに紅白初出場は2002年です。多くの歌手が出場を目指す国民的音楽番組 NHK 紅白歌合戦でさえ、長年のキャリアの中でわずか2回にとどまっているのです。2002年の紅白歌合戦で地上の星を披露し、その後2014年に麦の歌が NHK 連続テレビ小説マッサンの主題歌に使用されたことで12年ぶり2回目となる紅白歌合戦出場となりました。 CM やドキュメンタリー番組で中島みゆきさんの姿を見ることは多いものの、音楽番組に限っては極端に出演が少なく、中島みゆきさんイコールテレビ出ないの図式が出来上がっています。ではなぜ中島みゆきさんはテレビに出ないのか、その理由は番組のスタッフに問題があることが分かりました。中島みゆきさんは以前、まだ若かりし頃に音楽番組に出演した際、プロとして完璧な演奏と歌唱を披露するためにテレビ局に細やかな希望を伝えました。歌手が歌を届けるために納得いくまで注目をつけるのはプロとして当然の気概ですが、その準備をする側のテレビ局の現場スタッフはてんてこまいになってしまったそうです。そんなスタッフたちが陰で文句を言って面倒くさがっているのを中島みゆきさんが耳にしてしまい、幻滅してテレビ出演の仕事を避けるようになったというのが中島みゆきさんがテレビに出ない理由なんだそうです。そんな中島みゆきさんですが、現在引退の噂が浮上しています。ここでは中島みゆきさんの引退説と現在の仕事をまとめました。中島みゆきさんは2020年1月にコンサートツアー中島みゆきラストツアー結果往来を開催しましたが、新型コロナウイルスの影響により2月末からの公演が全て中止になっています。タイトルがラストツアーであることから、これが最後のコンサートになるのではとファンは騒然。しかし引退を心配するファンに対し、中島みゆきさんはラストコンサートとは書いてないですよ、まだやめないんだわ、安心してねとファンの不安を払拭、ラストツアーと銘打った理由を、ツアーで各所を回るより1箇所でクオリティの高いコンサートを届けたいと明かし、今後も音楽活動を続けることを宣言しました。ファンはこれにより胸をなで下ろしたそうです。しかしラストツアーが中止となった現在、今後の具体的な音楽活動については何も決まっていません。中島みゆきさんは普段から数年先の活動まで明確な計画を立てて活動するタイプの歌手でしたが、今後の予定が白紙であることから、関係者の間でもこのまま引退するのではないかと噂されているのです。現在中島みゆきさん本人が精力的に動く仕事の発表はありません。テレビ番組での中島みゆき特集やドライブインシアターでの上映会は開催されているものの、コンサートは中止のままです。2020年12月にはアルバム「ここにいるよ」がリリースされましたが、糸、時代、地上の星などの過去のヒット曲を収めたセレクトアルバムとなっており、新作の発表はない状態です。引退説がささやかれているものの、今後も素晴らしい音楽を届け続けてくれることを願うばかりです。ここ数年活動の発表がないので、プライベートに勤しんでいるのではといった声もありますが、意外にも中島みゆきさんはご結婚されておらず、
どうやらお一人様独身ライフを謳歌中なんだとか。ですがあれだけ綺麗な中島みゆきさんですから、結婚されてないのは何か理由があるように感じます。中島みゆきさんが結婚しない理由についてですが、以前出演した番組で結婚のチャンスを逃したと発言していたようです。今期はあったのでしょうが、タイミングが合わなかったのかもしれませんね。中島みゆきさんが結婚しない理由としてネット上では様々な説があるようですが、これらは全てデマだと言われています。中には中島みゆきさんの母親が足が不自由になり介護が必要になったために婚期を逃したという説があるようですが、こちらは本人から語られたことではないようです。もしかすると中島みゆきさんが普通に結婚をしていれば、これほどまでに人の心を揺さぶる歌は歌えなかったかもしれません。アーティストとして音楽に対して精一杯向き合っていたからこそ今がある可能性はありますね。結婚が全てではありませんが、中島みゆきさんには今後も幸せでいてほしいです。中島みゆきさんが結婚しない理由について詳しく見てきましたが、調べていると中島みゆきさんと松山千春さんの関係がネット上でしばしば話題になっています。実は若かりし頃二人は恋仲にあったと言われています。しかしどうやらそれは全くのデマだと本人が否定しているのです。中島みゆきさんはずっと昔、20年以上かな、松山千春さんとの関係を週刊誌に書き立てられましたけど、誰かが勝手に書いたことだから、私はこれからも堂々と友達として付き合っていきますと語っているんです。また松山千春さんも中島みゆきさんともし一緒になっていたら紐男になっていたかもしれないです。これからも先輩シンガーとしてリスペクトしていきますと語っていました。このようにお二人の関係は先輩と後輩の中であり、良き友人関係であることを明かしています。本人が語っていることからネット上の噂はデマであることは明らかですね。いかがでしたか？今回は日本を代表する歌手である中島みゆきさんがテレビに出ない理由、引退説の真相、結婚しない理由と松山千春さんとの関係についてご紹介してきました。引退説が本当じゃなくてよかったです。ご結婚に関しては本人がタイミングを逃したと言っていますが、タイミングなんていつ訪れるか分かりませんから、もしかしたらなんて可能性もありますね。これからも中島みゆきさんからいろんな面で目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。